ことですけれども、与那監督、今日下位打線で2点目、3点目、追加点を挙げました。あのあたりはいかがですか？昨日に引き続き阿部がね、見事な送りバントを決めてくれて、で平田がタイムリー、あの得点も非常に大きかったと思いますし、数少ないチャンスもね、みんな本当によく期待に応えてくれていると思います。監督、これで4連勝です。3位ベイスターズとのゲーム差が1になりました。この辺りです。狙って取れるピッチャーじゃないんで、でもこれからも全ての球を
は勝負球ぐらいの勢いでどんどんストライクゾーンに目がけて投げていきたいと思います。前で一緒にお立ち合いになっている木下拓哉選手のリードはいかがだったでしょうか。ここに要所要所で、いいところにまっすぐ要求してくれたりしましたし、よく勉強しているなと思いました。まずは今シーズン3度目の完封勝利、大野雄大選手にお話を伺いました。続いて木下さん、はい、今日はまず受けていって大野選手のボールいかがでしたか。でも本当に最高だと思います。立ち上がりのピッチがありました。3回以降は木下さん受けていていかがでしたか。そうですね、はい、球も力がありましたし、変化球も受けてくれていましたし、まあ、チームも連戦の本当に一番きついところで、まあ、エースが頑張ったんで、また明日からも頑張れる気がします。今、連戦でチームのきついところというお話が木下さんからありましたが、木下さん、ご自身もスタメンが続いてますね。このあたりはいかがでしょうか。でも全然疲れなんてないので、まあ、出た試合は自分がこんだけ三振してもミスしても勝てばいいと思ってやってるんで、お目に見ていただけたらと思います。さあ、そして木下さん、今日も2安打です。9月の打率が3割6分を超えています。バッティングいかがですか。本当になんかよく打って、よく打たれる試合もありましたし、あんまりそんなヒットを打ちたいとか、そういう感情はあんまりないので、それがいい方向にいってるんじゃないかと思います。今日はチームにとって大きな3年目、打点も上げました。あのあたりはいかがでしたか。いや、本当に情けない当たりでしたけど、まあ、今日試合前の練習の後にシャワー浴びてたら誰かの絆創膏が落ちてたんで、まあ、神様がチャンスくれたと思って、本当に神様が悩んでしまいました。お疲れ様でした。さあ、これで木下さん、3位ベイスターズと1ゲーム差です。今日もたくさんのお客さんが名古屋ドームに来てくださいました。ファンの皆さんに一言お願いいたします。今日も、お客さんもありがとうございました。チームは、3位と言わずまだまだ上を目指してやっていきます。これからもよろしくお願いします。では最後にエースとして大野さんからファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、まあ、ドラゴンズいつもこの借金2ぐらいまで行くんですけど、ここからなかなか壁越えられないんで、やっぱり皆さんの声援がここを越えると思うんで、なんとかシーズンに行くことができます。ご声援よろしくお願いします。ドラゴンズの歴史のスピードアップに大野雄大選手、木下拓哉選手でした。皆さん、今一度大きな拍手をお送りください。
いたします。この後2ペース以上となりますので、ご案内があるまではお席でお待ちいただきますようご協力をお願いいたします。お帰りの際もマスクの着用をお願いいたします。Come on, come 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 on